一つ。第十一条。作中最も短い末期である。末期名は、光源氏の読んだ歌、立花の幸を懐かしみほどとぎすばな散る里を、尋ねてぞと不にちなむ、源氏物語に登場する架空の人物。展示てこう合わせ、その、大義流棟戦郷の名手、などの伝統的芸語との特典名の一つ。光源氏二十五歳夏の話。 みだれの頃、源氏は小希律母院の日の一人霊形で女吾を訪ねる。妹の三の君は、源氏の恋人で、姉妹は、院の没後、源氏の非語を頼りにひっそりと暮らしていた。訪問の途中、かつてあった、中川の女のもとに歌を読みかけるが、すでに心変わりしてしまったのか、やんわりと拒絶される。女吾の屋敷は、立花の花が香り、昔を忍ばせる。 ホトトギスの声に源次は、女穂としみじみと昔話を語り合い、その後そっと三の君を訪れた。光源次の妻の一人、花散るさとに初登場し、その故障は、薪名の由来ともなった上記の和歌による。源次の父切りつぼみどの霊系伝女穂を姉に持ち、源次とは若い頃から関係があったとみられる。要望はそれほど美しくはないが、 姉の尿子同様恩和なつつましい性格で、羊も高く、また裁縫、染物などにも堪能な女性。源氏の妻の中では、紫の上に継ぐ立場となる。はじめは、源氏の通いどころの一人であったが、御神像の二条当院の西の隊に迎えられ、六条院、造営後は、夏の町の主となって、夏の味方、東の味方とも呼ばれる。 二条当院に移った頃には、すでに、源氏との夫婦の営みは途絶えていたが、家庭的で信頼のおける人柄を見込まれて、夕霧と玉かずらの母がわりとなり、後には、夕霧のこの一人を孫として引き取り愛育した。幻町を最後に、物語から退場。源氏の死後は二条当院を遺産として譲り受け、再びそちらに移った。本文中でも、花散里と呼ばれる箇所がある。 花散る里と聞こえし、移ろはしたもう。フランスの作家マルグリット・ユルスナールの短編物語集、東方期間の中に、花散る里を主人公にした、現氏の君の最後の恋がある。ありがとうございます。